エンタメ、世のため、縁のため、岸エンタメワールド。京都の語り部 YouTuber、岸でございます。今日は、京都地方はですね、もう、梅雨の末期の、大変、天候の不安定な一日になっております。皆さん、どうぞお無事でくださいませ。ところで、祇園祭りですね、鉾の、上からですね、この、厄除けのちまきをですね、バーっと巻くわけですね。で、それをいただいて帰って、家の前に吊るしおくと、大変、この厄除けに、効果があるということでございましてですね、皆さん持って帰るわけなんですけど、この祇園祭の頃になると、この中身の入ったちまきですね、これもお菓子屋さんによっては売り出されるということがございます。まあ、ちまきをですね、食べるっていうのが、この、日本では、端午の節句ですね。5月5日の端午の節句の時にいただくのが、日本では、今では定番になっておりますが、京都では、祇園祭り、の期間にもですね、売り出すお店がございます。今日は、そういう様子をですね、河原町今出川の、言葉さんという、まあ、ここは、豆餅がですね、大変有名なお店なんでございますけども、大変、たくさんのお客さんが、お越しになっていらっしゃる。そういう様子をですね、ちょっとご覧いただきながら、今時のこの夏の祇園祭り前後の京都の街の雰囲気をですね、ちょっと味わっていただけたらなと思っております。Thank you.